なんかやってて、なんか悲しくなったよ。なんかすごく悲しくなった。もう方法があれしかないっていうかさ、イベントはアイテム無料アイテム、有料アイテムもらってなんぼじゃん。だからただ雑談してるだけだとさ、ナイスもそうだけどさ、もらえないじゃん。だからくれくれ放送になるじゃん。でもくれくれ放送が嫌な自分がいるじゃん。でもそれをやらないといけないじゃん。まあそこはちょっと、ゴーゴーが言う通りだな。思想いらっしゃい。喉、まあ、喋りすぎだろ。放送枠やりすぎ。7号の言う通りだよ、でも。7号の言う通り。いや、ほんとその通りだと思うよ。養分は余裕だった。作ってきたものが違うんだろうな、8号。養分は囲いを作ってきた放送。俺はそうじゃなかった。まあ、結論これじゃない。ゆいが会っていうのを作ってやってきたけど、やったのも最近じゃん。養分は長い間自分で作ってきたものがあるから、その違いじゃないか。多分。十五おはよう。来月のイベント、いや、イベント考える、ちょっと。来月は多分イベント参加してない。に、やるなら2ヶ月に1回とかさ、そうしないとダメじゃね。多分。こんなの、シータいらっしゃい。こんなのを毎月やってて、まあ、今回予選が3日間、本選が5日間でしょ？約1週間。1ヶ月のうちの1週間、くるくる放送でしょ？ダメでしょ。入会に構えいらっしゃい。ありがとうとナイスばっか雑談放送が見たい。その通りだな。14号の言う通り。デート今日じゃないよ。金曜日。リカピートは順調です。いやー、タヌキの言う通りだよ。でもタヌキさんの言う通り。今月のイベントだけで1億以上の金が動いたんだ。すごいね。まあ俺もか、かっこいい。でも、まあ、一致団結力っていう面では、遊学会作ってよかったじゃない。3ヶ月に1回ほどがよく、計3日間のイベントが、リスナー的には参加しやすい。なるほどね。そうするか。そうするか。それぐらいがいいかもな。3、6、3、6、9、12。だよな。3、4、5、2ヶ月1回なのか。3、6、9、12。4、4、8、12か。イベント出て無料があんだけ集まるリスナーに負担少なくできるんじゃない？ 1 位にならなくてもいいんじゃないですか。予選はそうかもね、予選は。まあ、香川は関係ないだろ。香川はなんか結局、イベントで勝てないから、妬んでただけなんでしょ。いや、考える、イベントは。メイフィスいらっしゃい。ルカピーと、今月、お姉さんにまず会って、まあ、そうだね、お姉さんとお母さんに会う予定。一応お母さんにちょっと今月会えるか分かんないんだけまあちょっとイベントのことについては考えるわ。じゃあイベントのことについては考える。でも、まあ、全体的にはだけど、イベント協力してくれたリスナーが多かったので、それは感謝してる。配信で飯食えるよ。食える。全然食うぐらいは。まあちょっと考える。イベントは。
結局1位でした。予選1位、本戦1位。まあ、ちゃんといるのか、味しめやがった。俺はでも11月に行ってるんだよ、これは。イベントに、これから出るイベントと出ないイベントっていうのを考えながらやろうと思うと。ただ、今回やってみて、出るイベントと出ないイベントっていうのを考えて、選んでやっていくっていうのは、例えばこれが2ヶ月続いたりとかしたら、持たない。疲れちゃう。面白くね。考える考える。イベントについては。いや、今回はまあ俺がね、イベント初参戦だったから、盛り上がってるように感じただけであって、養分と俺とかさ、盛り上がっただけであって、これを毎回やってたらダメだよ。イベント参加すればするほど、そうそう、内容はぐだるな。いや、疲れた。サプリが14万自円図書をしてたのはどう思いますか？いいんじゃないですか、自分の金だから。目先の金だけ追ってる配信者は結局終わってるの多いからな。その通り、26号の言う通り。年末年始、年末年始じゃない、1月の下旬と2月の下旬、それを払えそう。じゃあ、分かってる分かってる。イベントに取りつかれることはない。今回やって分かったこともいっぱいあるんでね。だから今回のイベントは、まあいい経験にはなったかなと思う。フォロワー上位に米びゅう色付きはやめた方がいい。やってない。そんなんやってないです。今回ネムネムのこと、ネムネムをいじめないでくれっていうか、ね、今月のネムネムの支援はないよ。直振りは。ネムネムに支援今月いいからって断った。昨日話したんだよ、イベント終わってから。マックいらっしゃい。ありがとうございますってのと、ありがとうございますってのと、あと、なんっけ、直振り今月いいですね。とりあえずね。負担かけすぎ。ユイが今回参戦してお金抜きにして、ユイが楽しめたか。そこなんだけど、半分半分。半分楽しめたけど、自分が今まで放送をやりたい時にやってきてるのに、秀吉いらっしゃい。やりたい気分じゃない時にも枠を開けなくちゃいけないじゃん。そこは微妙なところからな。今までやりたいからやって枠を開いてたわけじゃん。でも今回のイベントは枠を開かなくちゃ、俺は時間をかけなくちゃダメだったから。リスナーに還元あるじゃん、午後。別に、さ、リスナーに還元ってさ、正直さ、2万の天城風還元するよ、2万円分の。ね、でもそれリスナーが聞くのっておかしくね？そもそもリスナーに還元なんかしなくていいんだよ、本来。そうじゃない？まず。アイテム投げてんのリスナーだぜ。その人間がね、じゃあ還元もらって嬉しい？嬉しくないよ、別に。投げてない人間が欲しいだけでしょ。はっきり言うけど。そういうことなんだよ、簡単には。還元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 って言ってるやつって、別にね、リスナーは俺に投げてるから金が欲しいわけじゃないんだよ。そうじゃん。お金を、アイテムを投げてない人間が欲しいだけでしょ。SK、1位で終了しました。無事。還元はするよ。もちろん、4個。するって言ったじゃん、今。
いくら稼いだのか言わない。予選と本選でしょ。言わん。リカピーとフグこの前行ったわ。稼ぐためにふわっちやるんじゃないんだよな。結局俺はここしかやる場所がないだけなんだよ。胸遣いしないよ。今とりあえず今支払いがあるから、1月の末と2月の末に支払いがあるので、その部分と、あとは車の免許と、あと家借りるかね、あとは貯金しようかなと思ってる。高橋いらっしゃい。まあ車の、お前に何本金が動いてたのか分かっているのか、それで2万で終わらせる気なのか。そうだよ、2万で終わらす気だけど。暗黒のおはよう。プレゼントだったら物でいいじゃん、秀吉。別に現金になるもんじゃなくていいじゃん。グッズでいいじゃん。まあとりあえず、まあお金はいいわ。イベントについてはまあ皆さんご協力ありがとうございます。ただ、まあ、イベントについてだけど、まあ、今後ちょっと考える。今回のイベント、8日間、予選、本選やって思ったけど、楽しいのとは別の部分もあったのでね。ふわっち王者かける250割る2が取り分で合ってる。多分な。そうとは限らないんじゃない。でも。いや、エンドロール作ってた、4時から。直振り、まあね。イベントね、イベントについては考えるよ。まあ、正直、しらけてるリスナーも多かっただろうし。初のイベントだから、前から見てる人たちは、結構ノリノリで投げてくれた人もいるし、無理してくれた人もいるけど、まだ見始めのリスナーはちょっとしらけてる人もやっぱりいたと思うんで、そこは考える。だから叩くのはいいよ。だから考えるって。あんなんじゃダメだろ。まあいい、とりあえずそれで。ありがとうね、77号さんいらっしゃい。無課金税と課金税と課金税リスナーはスパッと分かれた。それはないな。あれだけ当初はイベント出ない。だから11月に説明したって言ってんじゃん。ゴーゴーさんって常連じゃないの、うちの。ゴーゴーぐらいだから放送に最初に来てるってことでしょ。11月放送見てない、後半。ホテル配信。あ、15あれと。
まあ、とりあえず考える、今後については、まあ、やってね。